ウォーターボーディングとは、拷問の一種である。背中を板に固定して、頭に袋をかぶせて、頭を下に向けた逆立ちの状態で顔の上、あるいは袋に穴を開け口や鼻の穴に水を直接注ぎ込むことで急速に窒息を生じさせる。頭を水槽などに押さえつけると息を止めて抵抗されるが、逆さまの状態で水を口や鼻の穴に注ぎ込まれると、 気管の咽頭反射で肺から空気が放出され即に溺水状態に追い込めるため溺れ死ぬ感覚が簡単に誘導できる。日本語では水攻め尋問と訳されることが多い。殴るあるいは感電などの拷問は苦痛を与えることはできるが死の恐怖を実演することは難しい。一方でこの水攻めの内容をあらかじめ知らない場合は簡単に溺死する錯覚に陥り、 死の恐怖で短期間に自白を強要できるとされている。さらに、体を殴るなどの拷問に比べて、傷が一切残らないなどの利点が存在する。各国の軍隊の特殊部隊においては、捕虜となった時のことを想定して、この拷問の経験が訓練に取り込まれている。歴史の錯覚は正確には、通格ではない。このことからアメリカ合衆国連邦政府は、 体を損傷しない限りは拷問ではなく強度の尋問であり、拷問を禁止するジュネーブ条約に違反しないと主張している。一部のメディアなどでウォーターボーディングの実演が行われたが、場合によっては事故死もあり得る拷問であり、被験者は面積的の条項にサインしているだけでなく、必ず医師が現場に同伴するという安全措置が取られている。 宗教裁判の異端審問で、ウォーターボーディングに類似した拷問は、吊るし系と並んで、最も頻繁に行われていた。1541年のフランスの法典に、ウォーターボーディングが、トーチャーギャリッキーを、オドネリとして制定される。オランダの東インド会社のエージェントは、アンボイナ事件の間、ウォーターボーディングを利用した。1898年の米戦争の後、アメリカ軍は、 水チ療法、または中国の水攻めと呼ばれていたウォーターボーディングを使った。その時にエドウィング連勝者は軍法会議にかけられて反乱容疑者にウォーターボーディングを実行したとされ、10年の重労働を宣告された。セオットアルーズベルト大統領はウォーターボーディングを実行した彼の軍隊を許すためにサマールの島でアメリカンゼネラルの軍法会議を命じた。 その時、軍法会議は、彼が過度の熱意で行動したことを除いては、ルーズベルトが氷決を無視したと分かって、将軍を軍から解雇させた。第二次世界大戦。日本の軍隊、特に憲兵隊の間で、日本が占領したシンガポールで行われた。また、ナチスのゲシュタポが占領地で行っていた。 1968年1月21日、ベトナム戦争で、米国の将軍によって、ウォーターボーディングは違法であると示された。ワシントンポストは、ダナンの近くで、来たベトナムの捕虜をウォーターボーディングしている写真を掲載して、その兵士は軍法会議にかけられた。近年では CIA が、アルカイダの容疑者を尋問するために使用したことで、 話題になった。2008年2月5日には、CIA のマイケル・ヘイデン長官が、上院情報特別委員会で、アルカイダの容疑者3名に対して、ウォーターボーディングを行っていることを認めた。アメリカでは、短期的な適用は、身体的な損傷を起こさないため拷問ではなく、尋問であると主張され、 水攻め人問禁止法案が民主党主導で上下両院を通過したが、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が拒否権を発動して廃案となった。2009年にバラク・オバマが大統領に就任すると、大統領令でウォーターボーディングを含めた拷問を禁止した。アルジェリア戦争の間にも行われた。フランスのジャーナリストのアンディアレックが 1957年にアルジェリアでフランスの落下3部隊の兵士にウォーターボーディングを受けた直接的な経験を記事にした。この記事が発表されるとフランスで議論が巻き起こり1958年に禁止された。またフランス陸軍将軍ポール・オーサレセは2001年にアルジェリア戦争時代に拷問を行ったことを告白した。 アウグスト・ピノーチェと政権下で行われていたと言われている。1975年にカンボジアの政権を奪取したクメールルージュは多数の国民を拷問にかけたが、その中でウォーターボーディングも用いたとされる。2008年5月にアイスランドでコンドリーザ・ライス長官の訪問期間に行われた路上での抗議活動をアメリカでテロ容疑者に対してウォーターボーディングが行われていることに、 世界的な抗議活動が行われた。ありがとうございます。